じゃあ、今まで喋ったのはないってことか、じゃあもう一回やらなきゃいけないのか、これ、ちょっと待って。<laughs> あもう大変失礼しました。リアルトラブル、僕ずっと一人で喋ってました。今、あのー、スペース、ね、お聞きの方は、えー、聞けてたと思いますけども、なんだよ、これ、えー。僕ずっと一人で喋ってました。えー、流れてない。 失礼しました。僕、流れてるものかと思っておりました。今日もみんなでシネマティック。なんだよ、リアルトラブルですか。これは大変失礼いたしました。えー、今僕一人でずーっと喋ってたんでね、スペースを聞きの方はね、分かったと思いますけれども、そうなんです。今日は東京コミコンの話題ということで、バックス・レフィーチャーのね、東京コミコンの会場で私もゲットいたしました。えー、185とか、デロリアンとか、アウトはタイム、えー、時計台の時計、 これ次元転移装置ですかねこれね。はい。えー、などなどですね。これなんと、昼バレー高校のスタジアムジャンパーですね。はい。えー、マーティーが通う学校ですけども、えー、今日はですね、この東京コミコン2022でゲットした、えー、このね、昼バレー高校のですね、スタジアムを着きながらみんなで生配信をやりたいと思います。いや、ごめんごめん。もう僕一人でずっと喋って10分間喋ってました。はい。えー、たおちゃんこんばんは。 えー、甘塚さん、モーリーモーリーさん、アリスクローソーさん、シルバティーク。そう、今日はね、日本代表負けちゃったんでね。そうなのよ。えー、甘塚さん、えー、コミコンは初日から胸厚でした。スノーアールさん、こんばんは、チャンネルケンさん、眠くなるので途中で抜けます。ちなみに、グリーンナイト、なにわ金融の第一話見てきました。中井さんもこんばんは、明神さんこんばんは、このむちゃんこんばんは、えー、ムロリンさんこんばんは、えー、あ、ビリーさんこんばんは、 コミコンの司会お見事でして、さすがミスターリコンですね。ご覧いただいてたんですね。ありがとうございます。えー、ロイドさん、おじいちゃん。現在84歳ですね。酒井さんもこんばんは。ムーンストーンさん、山ゆみさん。えグレイトスコット。あ、高評価、チャンネル高評価よろしくお願いいたします。ね、スノワルさん、あれですよ。あの、あ、違う違う、ムロリンさん。84歳ですよ、このね。クリストファー・ロイドさんね。えーと、 来るぞ来るぞ、アリコンさん、マーティのコスプレ似合いすぎ、えー、ディズニー、あ、そうそう、ストレンジーワールドはですね、えー、ちょっと今立て込んでおりまして、まあ、ただ動画撮りたいなと思ってますけど、ブラックアダムの動画をちょっと優先的にやりたいなと、えー、思っております。えー、マンダロリアンシーズン3、ロイドさんから聞き出したのはお見事です。そう、あれはラッキーでしたよね。たまたま僕も聞きたいなと思ったら、マンダロリアンって言って言ましたけど、僕にとっては途中、 デロリアンに聞こえたっていうね。マンダロリアンがデロリアンに僕は聞こえましたけどもね。そうそう、トラブルの前。えー、高評価。なぜねなんだ遅刻ありこんはつってね、えー。ポチコさんもね。シネマティーク。シネマティークありがとうございます。デロリアンだと。あ、そうかそうか。すいませんでしたね。動画、ようやく今ちゃんと配信されてますね。あこ好むじゃんいやー、ここでスパチャいただきました。ありがとうございます。 いやーこれ、配信嬉しいですね。子どもちゃん、ありがとう。あのー、日本代表、ちょっとコスタリカ戦はですねかなりしょっぱい展開で僕も見てたんですけども、うんなんかどういうテンションで始めていればいいのかっていう感じがしたんですよね。TJ1986 さんもこんばんは、日本負けちゃいましたね。そう、今日はね、裏話を中心にですねこの東京コミコン。 一気に総まとめでやりたいなというふうに思っております。えー、ちなみに行った方ってどのくらいいらっしゃいますかえー、な、でちょっと行った方ぜひですね、私行きましたよ、なんつって教えていただければと思います。天塚さんとビリーさんをそしたら行ったっていうことでいいんですかね。このむちゃんとか行きましたかね、東京コミコンね。そう、ブラックアダム今日はですね、なんと、 えー、配給会社さんからもね、ちゃんとあの、動画をいただいておりまして、えー、予告編を特別に今日はお,お流ししたいなというふうに思っております。はい。えー、そう、ドクトの写真撮ったんでね、ちょっとまあ、いろいろ、写真もね、いろいろとアップしながら行きたいと思いますけれども、じゃあ、まずはね、えー、東京コミコあ、じゃあちょっと会場、あ、行った人どれくらいいるあ、J チャンネルさん、ドクト写真撮ったんだ、いいじゃん。よかったですね。 あ、昨日行ってきました。ガ、ガジャリーさん、こんばんは。ありがとう。ザコシさん行けませんでしたわ。ツイッター情報なかったので、えー、配信待ちわびました。サッカーはとりあえず置いといて。<laughs> まあそうですよね。そうそう。福岡コミコン。今度大阪はコミコンね、あるんで、ちょっと大阪はね、暑いと思いますよ。えー、ちなみにまあ僕の自分のところのツイッターとかでもね、いろいろと アップしたんですけどもこれですね、はははいいこここれれフルにすするとこうかなで僕を消す、はいえー、これねクリストファー・ロイドさんと今年、えー、だから僕は金曜日の初日に一緒にお写真撮らさせていただきましたけども、もうただの嬉しそうな、えー、少年になってますが、ちなみにこれが8年前ですねうん、クリストファー・ロイドさん全然変わってないっていうね。 久しぶりの再会でしたけど <laughs>、見てください、これ <laughs>。写真が変わってない <laughs>。これ結構貴重な写真ですよ。これがね、まだコミコンの前身のね、コミックコンベンションっったら何の時だったっけなで、隣にここにいるのがあの、ファーストジェニファーですね。ジェニファー役のクロディア・ウェルズさんっていう方でした。で、その時にね、テレビの取材で行ったんですけども、えこうやってね、ドクに一緒に写真撮っていただいて、で、その時にこんなイベントやってですね、まだね、 こういうホテルの会場を貸し切ってやってるようなイベントだったんですよね。この時で毒がだから70いくつぐらいだろうな。そうだから、これは奥さんと一緒にね、実はこの横に奥さんいるんですよ。うん。そうそうそう。ね。なので、まあ僕、僕も全然変わってないか。ね。これが7年前。8年前かな。で、これが現在の僕ですね。はい。まあ、いろいろあって。えー <laughs> いろいろあって <laughs>、えー、これがいろいろある前ですね、えー。で、あの、これがいろいろあった後っていうね、感じになります。はい。あとはね、まあ、会場内にいた丸山ゴンザレスさんとこんな写真撮ったりとか、あとは、あの、これっすね、えー、東海オンエアさんとか、内田真彩さん、それから、えー、楠、えー、た大田さん、えー、とかね、もう本当あの、えー、 スピ,スピさんもいらっしゃいますけども、いやー、これはあのブラックアダムのイベントをですね、させていただいて、えー、これはセンターのメインステージでしたかね。はい。いやー、このブラックアダムはね、本当、真打登場という意味では、素晴らしい映画でした。はい。なので、ちょっと今日はね、ブラックアダムの予告編もですね、なんかお流ししていきたいなというふうに思っております。さあ、そして、えー、今日はですね、えー、なんだ。 えー、ちょっと会場内に来れなかった方のためにですね、えっ、ー、とちょっと動画をお借りしておりまして、えっ、ー、と、東京コミコンの公式の YouTube にも既にアップされてるんですけども、えっ、ー、と僕があのスーパーライドっていうね、えー いわゆる映画と車っていうゾーンがメインステージの裏側にちょうどあったんですけれども、そこでね、いろんな車と映画の紹介をやっております。ちょっとその一部をですね、せっかくなんで、これ会場内でお流ししたものと同じものになりますけれども、皆様、の多くの方にね、コミコン知っていただきたいと、車と映画の魅力を知っていただきたいということもありまして、ちょっとあの、VTR、いくつか、なんだ、お流ししたいなというふうに思っております。もう完全プロモーション用のね、編集されたものになりますけれども、 ぜひじゃあちょっとこちらご覧いただきましょう皆さんようこそ東京コミコン2022へ映画コメンテーターの有村コンですさあ今日は映画と車の魅力をたっぷりと堪能できるスーパーライドご紹介していきます乗り物とエンターテイメントは深いつながりがあり特に映画の世界においては乗り物を題材にした作品や劇中にしか存在しない印象に残る乗り物が数多く存在します エンターテインメントと関連する自動車バイクなどをテーマにした新エリアそれがスーパーパライドただの車両展示だけではなく映画の世界観や維持的体験ができる空間演出コンテンツ作りを東京コミコンでは実現可能皆さん東京コミコン楽しんでますか、えー、東京コミコミンのスーパーパライドというブースに私今来てるんですけども映画の中の名車たち いろんな車紹介していきましょう。まずはこちらです。はい、来ました。私も今日マーティーの格好をしております。はい、えー、もう僕の大好きなですね。バックトゥザフューチャーの2に登場するデロリアン。その証拠にこちらですね。はい、ミスターフュージョンのえー、こん中にね。毒がバナナの皮とか、なんかビールかなんか入れたりするシーンがありましたけども、これもしっかりと完全再現されている。デロリアン中には？ ビフが盗んだスポーツ年間も入ってますしそれからのグリフですねグリフが乗るホバーボードなんかもしっかりと展示されていますそしてこのお隣はいこれも見覚えも皆さんありますよねはいマーティーがこれあのパート3の時に着ていた衣装これなんと本物です実際にえまあ着用してあるモデルなので まあこんな手の届くところにあっていいんでしょうかって感じしますけども、僕めちゃくちゃ感動しております。はい、じゃあ続いていきましょう。いろんな映画の中に登場する名車。続いてはナイトライダーのナイト2000です。かっこいいですよね。これがね僕昔ねドラマを見ていた世代なので、あのデビットハッセルホークがですね、こう車に乗り込むときにマイケル行きましょうって言いながら。 車がしゃべるんですよ今でこそナビとかでみんな車しゃべりますけど当時とししては画期的でしたよねでちょっとこれ中身見ていただくと分かるんですけどあーすごいコックピットがちゃんと再現されてるんですよこれここからだとねちょっと見づらいかなそうかっこいいな「ナイト2000」ですよ「ナイトライダー」これもう,もう少年時代の憧れが強すぎです。 デロリアンとナイトライダー。さあ続いての車行ってみましょう。ではいよいよ今度 W7 エリアじゃないですかこれ。あですね。あ <laughs> これはなんだ。あアストンマーチンのダイアナザーデイですね。ですからこれあのピアスブロスナン。だから5代目のジェームスボンドが、えー、使用していたダイアナザーデイで、えー、使用したレプリカになります。ただ見てくださいこの。 いわゆる銃が出てきてダダダダダって撃ったりとかそれからここっすよねここからウィーンって出てきてでピュンピュンピュンってまあ映画の中でも出てくるんですけどこういった細かいですねものもちゃんと再現されてるっていうのは胸熱ですさあそしてそのお隣もエリアですね今度はね自動車ではなくボートなんですけどキューボートワールド・イズ・ノット・イナフ。 に登場したモデルになりますうわ、これもピアース・ブロスナンのやつだなこれなんと皆さん本物だそうですなのでこの船にピアース・ブロスナンさんが乗っていたというはあこれ本当は触っちゃいけないですよこれね触ってしまう <laughs> し次いきますああ これはね僕はもうね。最近の映画なんでピンとくる方も多いと思います。けども、レオナルドディカプリオとブラッドピット支援のワンスアポがタイムインハリウッドに登場したゴルフカートです。はあ、覚えてますよね。あのディカプリオとブラッドピットがこのゴルフカートに実際に乗ってたこれ本物です。これも見ることできますし、さらにはこちらですね。 この車ロマンポランスキーとシャロンテイトが乗っていた設定の車ですもちろんこれ映画のロケでも使われている本物ですいやーなんかあれですよね家に帰ってコミコン終わったらもう1回見返してみるってを2度コミコンが楽しめるという感じなんですねはいということでまあ今回ですねこの映画の中の名車たちいろんな車まだまだたくさんありますので ぜひ皆さん、スーパーライドのブースに遊びに来てください。待ってますはい、ということでね、これ、あのー、スーパーライドの、まあ、この VTR まだ4本あるんですよ。だから、あのターミネーターのエリアと、スター・ウォーズのエリアと、あ、えと、ー、もう1つはマットマックスか、のエリアとね、一応4つね、僕、紹介してたんですよ。いやー。 いや、皆さんいかがでしたでしょうかなんかこういったね、本物の映画の中に登場した車両が、ディカプリオとか、ブラッドピットが座っていた、あの、ゴルフカートとか、やっぱりなかなか胸熱ですよね。そう。あの、これはね、かなり見るだけでも、で、写真撮るだけでも、わーっていう感じがして、特にターミネーターエリアとか暑かったですよ。T1000 の、えっ、ー、と、なんだっけ、あの、T1000 が来てた、 プロップって言って、要は小道具とか、シワちゃんが特殊メイクでこうつけてた側のやつとかがね、全部ね、保存状態よくあるんですよね。はい。ということで、この東京コミコンのね、裏側をちょっとだけご紹介させていただきました。あ乗れはしないんですよ、ラビットさん。これ乗れたらね、激アツなんですけどね、アリコンさんの指紋がついたっつってね、ありますけども、あスポーツ年間でカタール大会をどこが優勝したか見たいってロピオさん、ありがとうございます。 やっぱりナイト2000か。いいね。やっぱナイトラがいいよね。僕ら世代にはたまらないものがありますよね。え、ビリーさんはなんと4 8000円で、ヘイデン・クリステンセンと一緒にツーショット。いいですね。最高ですね。えー、あとは、スノーアールさん、リリコさんかと思いました。つって。えー、ちなみに、あれですよね。この、この写真のクローディア・ウェルズさん、これですよね。これがリリコさんかと思ったってやつじゃないですか、これ。えー、はい。<laughs> これがリリコさんに見えたというね、今から8年前。で、これが現在の毒。全く変わってないな。もう毒がタイムマシンにやっぱり乗ってきてるんじゃないか説っていうね、僕は鋭く思ったりしますけどね。はい。えー、などなどありますと。はい。えー、会場4つ。あ、全部見れましたよだって。じゃあちょっとね、アモツカさんね、えっと、あの、えー、ちょっと今日は、あ、や、リクエストいただいてますね。 えー、会場に、ちょっとね、当日お越しいただいてたので、ちょっと天塚さんと。えー、ツイッターの、スペースつなげたいと思います、こんばんは。はい。シネマティック。<laughs> シネマティック。いやー、お疲れ様でした。いやいや、あの、天塚さん、あの、会場、わかりました、はい、なんか、あのー、あのメインステージのところ。あの先週、ちょっと、ありこさんとコミュニケーション取ってたんで。はいはい。まあ、天塚めぐみですって言って、あのー、まあ。 ワンちゃんお会いできればと思って、あの、サイン書いてもらうってと、<あ>ちょっとマジックペン持ってったんですけど、いや、ね、あの、ね、すはません、あのなんかあそこす。のね、はいはい。席であの なんての関係者の席で、ああ僕はそのねさらに二列後ろだったんでアリコンさんって言えなかったんですよね声がね<あ>届かなくて。そうだったんですね。<え>いやーすいません、えー、本当に。えー、でも全部人撮ってもう二時間ぐらい前がね <laughs> 前の方を撮ってねあのー、見てました全部。あ,あ<の>すごいすありがとうございます。えー ええ、じゃあ、あのブラックアダムのステージも、それから。あ,はい、あ、あと、あと、あのクリストファーロイドさんの、でも、クリストファーロイドさんの人気、すごかったですね。ね全、ええ、席満席でしたね。満席でしたね。えー、僕ら、まだから、もう2時間もう、あの。常連だから、もう2時間ぐらい前、方いないと、取れないの知ってるんで。<う>他の、もう、撮影とかはしなかったから<う>。あの、関係ないアイドルの歌とか、聞きながら。もう、ずっと、お席取ってましたね。う、うん 15メーター先にクーストファーアロイズがいて、胸厚でしたね。いや、ね、胸厚でしたよね、なかなかね、えー、しかも。ね、元気に答えていただいて、あのマンダロリアンの件はやっぱりなかなか、ね、あのドキドキしましたね。そう,ねたねそう。は、ね、ぐらかして、ね。してましたね。たね <laughs> そうなんですよ。まあ、でも本当、なんかこう、うん。 なんだろうなまあバタバタした中ではありましたけども、はい、ねえんか誰が通訳するんだみたいなそんなところもありましたけれどもそうそうあ,のー、あこれだこれこれこの写真ですよ。ね。ねうん そう,なんね、そうですね、えー、あのだからあの、えっ、ー、と、なんでしたっけ、さっきの,あの乗り物のね、ところ4つのパターンの方も、ずっとあのアリコンさん待ちで、会場であスタンバってましたから、ずっとあの映像が流れるんでね、定期的に。<laughs> あの映像は何、どこで流れてたんですか、僕、よく分かってないんですよね。あのセンターステージの、メインステージの、あれなんですかあの、オーロラビジ,ビジョンっていうか、スクリーンが。 あの映画の横編だとか流れるんですよ。ああはあ、で、アリコンさんもちょこちょこ同じのをヘビロテで。あ、うん、なるほど、じゃあ、うん、ステージとステージの幕間に流れてたって感じなんですね。ああ、そうなんですか。ありがとうございます。すごい嬉しいです。え、アリコンさんのマネしてね、あのね、 本当に触っちゃいけないいいっっってポトピッてッピ僕も指でやっちゃいました <laughs> ゃます。じななそるほど。え、あ、なんか、えー、スノーワールさんから、天塚さんは何か買われたんですか、はい、とかって質問来てますけども。あ今回ね、本当はね、あのクリストファー・ロイジョンが来てるから撮影したいんですけど、あのやっぱり2万8千なんですよね。やっぱちょっとうん、うん、僕のお小遣いでちょっと高かったんで、うん、でも後でね、た車で行ったんだけど、帰るときに、あのあでもなんか中学生の時に見てた、 金曜ドードショーで録画してたあの「バックス・ザ・フューチャーの」あの博士ののまの、あ、おじいちゃんになってるけど撮ってくれよかったなと思うんでまたね来年もし来てくれればそうですよね。いやいい今回ね、うん、ヘイデン・クリステンセンっていうもうあのスター・ウォーズのアダキンですね。いやー、はい、あのヘイデンさんだけが確かに4万円台だったんですよね。そうですよね いや、ちょっと群を抜いて高かったっていうね。そうなんですよ。まあ、でも。今回の目玉、そうですよね。クリストファーと、そうですね。あの、アナキンのね。そう、ヘイレンクリステンセン。あとは、どうでしょう。あの、ジェームスバカボーイとか。あ、もう。あの、なんだっけ。あの、スターウォーズ、あの、皇帝の役やった人。あ、そうそう。パルパティーンのね。あの、やってました。小さな暗黒卿ですね。言ってましたけど、メインステージね。いや、あの、あと、グラムの声やった人。あの。 あアンディーサーキス・あのサーキスは、ね、僕実は、ね、裏側で会ってるんですよ。ちょうどアンディ・サーキスのステージがあって、えー、で僕らはその前のブラックアダムかなんかのステージあとが確かアンディ・サーキスさんだったんですけど、えー、いや意外と、ね、小柄な方だよねびっくりしました。 アリコンさんが確かプロフ見ると170センチですよね。そう、だからランディさんももっとちっちゃいような気がしたんですよね。ねんん100ないのかな<ー>あじゃあ,あですかいやっっぱりそのこっそりこそプレースみたいな感じでいや,いや、いやもうあれ全く取れなかったです。<laughs> なんかガ,ガードマンみたいな人いたんで、<laughs> 全くそはい そうなんです。<ー>いやということでねまあ皆さんで、ねはい、生パルパティン見たかったなとか写真ね写真撮れたらいいですよあのねオープニングで全員並んだじゃないですかはいはいアナキンとパルパティンが並んだところとか 3po のね中の人だとかあ<ー>スターウォーズファンはこれもたまんないですよねすごい何パルパティンとアナキンが並んだんですね そうですね、悩みましたね。はい。これはすごい。びっくりしましたね。<ー>でそれ後ね、クエストファーが出てくるんだけども。はい。大拍手ね。うん。いや、すごい。い素晴らしい。ね。ねえー、いやー、ということで、本当、あの、あまつさん、あ、いつも、いつもありがとうございます。えー。 あまた今度はまたサインください別の機会のコミコンに限らずある機会は必ずツイッターとかでは告知していきますので一つ会いましょう。よろししししくお願いいいいいまますす嬉なつつももありがとうござさんでたシシママティ ークいや、嬉しいなー、ねえ、ほんと、あのー、いや、いつかツーショット撮りましょうねー、まあ、僕のツーショットでいいのかってね、ほんと、あの他のクリストファーとか皆さんすごい方たちばっかりなんでね、あれですけどね、そうそうそう、いや、「スター・ウォーズ・ネタ」も知りたいですよね、といろいろね、来てますね。 いやあ、会場で4つ全部見ましたよってね、いろいろ書いてますけども、映画好きには最高ですという風に来てます。さあ、そして、えー、もう一つね、今日はね、あのー、まあ、ああの、クリストファー・ロイドさんと僕が対談した時の裏話としては、あの、やっぱり、 えーとーマンダロリアンの件がやっぱりあれかなり情報とした鮮度が高くてですね、えー、と続編は何にも情報がない中クリスマー・ロイドさん出るんじゃないのかぐらいなとこだったんですけど僕もね本当にあのバカなふりして聞くっていう作戦だったんですけども、あのー、なんか視聴者の方から、あのー、特に多い3つの質問があってでその中の1つにあったので私の方で代表質問させていただいたんですけどもあのー うんなんかいい作品らしいねみたいな。うん。でも素晴らしい作品に間違いはないみたいなところで否定はしなかったんですよね。で、面白いと思うみたいなことは言っていたんで、まあ、ほぼほぼ出ることは確定なんではないのかなというふうに思った。あ、中江さんもアリコンさんのサイン欲しいです。あ、テスラサミットもあるからね。そう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 。今度でもね、大阪のコミコンが あるので、ちょっとまた大阪に僕呼ばれればね、大阪の機会もありますし、あとは、あの、近いうちだと東京オートサロン、また爆破りメッセでありますけれども、えっと、東京オートサロン、僕、おそらく出演すると思いますので、まあ、それだとかなりゆっくりお話できるかな、なんて思っております。え酒、ー、井さん、行きたかったです。ナイト2000とデロリアン、よかったです。っていうね、来ておりました。さあ、そして、もう一つの目玉といえばですね、こちらですね、はい、えぇ、ー、ブラックアダム、えー なんでしょうまあ僕はゲストで読まさせていただいたんですけどもいやー本当にすごい作品でしたということでちょっとあのこれブラックアダムはねちゃんとまた動画撮りたいと思いますけれども、えー、予告編をお借りこれまたしておりますのでちょっと予告編見てまいりましょう DC 史上最強のアンチヒーロー I tried to protect him, but I wasn't strong enough. My son sacrificed his life to save me. Then I was reborn a god. This loose cannon needs to be locked down before innocent people start getting hurt.

Let it go. はいということで、ね、いや、すごいな、このブラックアダムはね、本当にすごい映画でした。で、あのちょっと今日はブラックアダムのです、ね、見どころもかいつまんでご紹介したいなというふうに思ってるんですけども、まあ、やっぱり一番の注目はですね、まあ、ドイン・ジョンソンですよ、あの、今、インスタグラムで、今日の段階で3億4000万人フォロワーが、インスタグラムだけでいるんですね。で彼のの人気っっててはやっぱすごくて 彼が大統領選にもし仮に立候補したら、間違いなく大統領として、 当選するだろうと言われるぐらいアメリカで人気が今一番高いんですよね。でまあ、もちろん彼は政治家にならないんでそこは表明はしていないんだけれどもそれくらい人気のある人が、えーまあ、ワイルドスピードの立役者でもあったわけじゃないですかビン・ディーゼルといろいろあったけれどもあといった中で、えーまあ、この DC と、まあ、M 社ですよねいろいろとこうなっていく中でどうも DC ってこうなかなか歯がゆい思いが多かったんですけどここに来てですね このドウェイン・ジョンソン、最もアメリカで影響力のある、えー、これ、インスタの1回の投稿が1億7000万円ぐらいの価値のある投稿をするっていうぐらい、まあ、注目されてるんですけども、えー、ドウェイン・ジョンソンさんが10年間の構想を経て、自分が主役で、かつプロデューサーとしても今回入ってるんですよ。だからすごいという、このブラックアダム。はい。えー、で ま、真打ち登場ですよね。で、僕もね、これ拝見させていただいて、めちゃくちゃ面白かったです。熱量が何より高かったな、ということで、あの、DCEU と言われる、いわゆるその今まで MCU はマーベル・シネマティック・ユニバースがあって、こっちは DC は DCU で、えー、DC エクスペンディット・ユニバースっていう、まあ、ものが今まで緩くはあったんですよ。うん。あのー、ところが、今回は、 まあ、ジェームス・ガンとかにいろいろ血が変わっていってですね、まあ、ワンとガンというのがいるんですけども、えー、ジェームス・ガンさんがよりここから10年かけて DC のこうユニバースを積極的にやっていこうっていう、今、風に変わっていくので、今後の例えばアクアマンにしても、ワンダーウーマンにしても、ジョーカー2にしてもですね、かなりいろいろ伏線がこう張られていくような気がします。今までの、ね、バットマンととかかももジョーカーカ あのまた別の話みたいな感じでやってたのでうんそれをなくしていくんじゃないのかなというふうに思いましたであとね今回の今の予告編ご覧いただいた通りストーリーが破壊神なんですよで今までその例えばヒーローってスーパーヒーローがいればアンチヒーローがいてヴィランがいるっていうこの3つにそれぞれ分類されてたんですけどブラックアダムって1人で全部を兼任しちゃってるというところがすごいんですよね なので、あのー、今までこう、なんていうのかな、えー、スーパーヒーローが戦うっていうと、まあ、マーベルはマーベルであったんですけど、この DC で JSA と呼ばれる、今、さっきあった、えー、アトムとかサイクロンとか、ドクター・フェイトみたいな、その正義の味方となぜかブラックアダムが戦うっていうね、ちょっと新たな展開になってるのも面白かったですよね。あとはやっぱ、ドエイン・ジョンソンの肉体ですよね。 あの通常はこうね肉襦袢といいますかこう筋肉を形づける、えー、詰め物を中に入れたりとかしてあのまあ、偽物の筋肉を作ったりするんですけど今回はもうそれが全く必要なくてですねドエイン・ジョンソンの肉体のところにいかにピタッとしたスーツをかぶせるかってあれおそらくスーパーヒーローアメコミヒーローの中で一番。 鍛えているガチの筋肉を披露しているのはドイン・ジョンソンなのかというところですよね。他の人はやっぱりあそこまでできてないというところがあるので、まあ、全てが本物ですしあとは僕あのドクター・フェイト役のです、ね、ピアス・ブロスナン、まあ、先ほどの VTR でも、ね、5代目のジェームズ・ボンドのボンドカー出てましたけどもピアス・ブロスナンさんが御年69歳で、ね、あのアメコミの DC の方に参戦して、えー、なんか分身の術とか、ね、未来を予知できるんですよ。 えー、なので、ちょっと、なんだろうな、ドクター・ストレンジ的なキャラの、えー、JSA、いわゆる DC 版として出るので、うん、その、ピアス・ブロスランとドウェイン・ジョンソンの戦いっていうのもね、これもまた熱いんですよね。ぜひね、ここもちょっと注目していただきたいなというふうに思います。えー、スーパーマンは出ない。まあ、これはもうわかりませんね。あのー、アバターと一緒ぐらい気になる。 ああ、今夜の配信は贅沢だ。シャザムの続編とつながらないと。なんせ、原作だったシャザムのメインビラー。そうなんですよ。これがね、またシャザムもつなが、もうシャザムの予告編もね、あの当日会場内で流しましたけどね。あら、このむちゃん、今日の服かっこいいですって。ありがとう。えー、DC の映像日。そう。あのー、今回なんだっけ、えー、架空の都市なんだよね。えー、っとね、名前、架空の都市の名前なんだっけえー、っとね、 中近東のね、町並みだったんですよ。えー、っと、ここが結構、あ、カーンダック。DC の核都市。5000年前の帝国。いや、このカーンダックの言葉がカーンダック語ってのがあるんですけど、全部で、ね、作ってるんですよね、カーンダック語。それもすごいなと思いました。うん。アバターと一緒ぐらい気になる作品。スクリーンに入るね、ロック様は。サノス VS アダム。あー、破壊神同士ね、えー。僕、12月誕生日です。 プロデュースもそうなんですよ。プロデュースっていうかね、制作でお金も出してるんですよね。ドエン・ジョンソンは熱い。そうとなんとなくかぶりますね。解説がわかりやすい。DC、要注目ですね。楽しみです。スーパーマンは出ないジェームズ・ワンは、えー、ジェイソン・ブラムと共同で会社を設立したね。DC はここ。そうなんです。DC の反撃がね、いよいよ始まるというふうに言われてますよね、えー。大好き人間さん、こんばんは。えっ、ー、と、JSA はジャスティスリーグより、 前から活躍。そう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 。ヒーローチームね。JSA。ジャスティックス・ソサイティ・オブ・アメリカだったかな。はい。007時代が懐かしい。ジャケット。これのオリジナルじゃないんですよ。販売してるやつですよ、これ。見えますこれ。バック・トゥ・ザ・ヒューチャーね。そう、これかわいいよねー。ヒルバレー高校のね。この。ヒルバレーハイスクールっていうね。はい。 すごくいいんですよ、これ。中は普通にギャップですけどね。中 <laughs> は普通にギャップです。えミオシンさん、こんばんは、つってね。ピアス・ブロスナー、ムロリンさん、その戦い良いですね、なんてね。まあ、本当ね、だから、あの、声優陣のね、えー、まあ、皆さんとも、あの、お仕事できて、で、いろんなお話も聞けてね、で、東海オンエアさんもね、よくしていただいて、本当に嬉しい限りだったな、というふうに思っております。はい。えー、ということでね、まあ、ほあのー、 えー、今日の配信はねちょっと東京コミコンに寄せた、まあ、まとめ配信ということで、まあ、それ以外にもね、えー、東京コミコンはいろんなブースがありましたで DC とマーベルの、えー、あと何だっけベイプとかエイプかあーもあったし結構その公式ストアのエリアとそれからスーパーライドの先ほど僕が解説させていただいた、えー、自動車映画の中に登場する車エリアでメインステージエリアがあって であとは、一般の販売エリアっていうのもありましたね。はい。えー、皆さんね、そこでいろいろ買い物系はしたんですけど、まあ僕もここでね、パニカム東京さんで買わさせていただいたというところでございます。はい。中江さん、これは面白いくないわけないね、なん言ってね、来てますね。マーベル VSDC ね。まあこれはでも、もうちょい先の話でね、ゆくゆく、ゆくゆくはそういう展開もありえるのかもしれないっていう意味では。 いいやーちょっっとと楽しみだなううふうに思っております、はい、グッズも売り切れ出てみたあの楠木泰然さんがあれなんですよねえっとワイルドスピードのビンディーゼルの声もやってるんですよで今回ブラックアダムのドエン・ジョンソンの声も日本版は楠木さんがやってらっしゃるのであワイルドスピードの今度新しく出る最終章の時はあのドムの声もやってるし ドエン上層のコーやってるからどうなるんだっていうねちょっとそこが気になるところがありますねえグッズも売り切れ出てたみたいですね DC の要注目キャラクターああアリコンさん有村さん的に誰だと思いますかでも僕は一旦はやっぱこのブラックアダムが一番の注目キャラクターになるのかなという感じがしますよねそういやーまあとにかくねあの また、ちゃんとしたブラックアダムの解説も取りたいと思いますけれども、まあ、今回はちょっとザザザザっとですね、東京コミコンの、えー、解説をさせていただきました。ちなみに、このスーパーライドね、もう一つだけちょっとお流しできるんで流したいなと思ってるんですけど、えっ、ー、と、スター・ウォーズと、なんだっけ、えー、マッドバックス。だったら皆さんどっちが見たいですか、映像。 スター・ウォーズとマット・マックスだったら、えー、ちょっとね、お流し1個だけだったらできるかなっていう感じがするんですが、えー、スター・ウォーズはでもあれか、あんまりあれだな、スーパーライドって感じしないから、えっと、マット・マックスの方にしましょう。マット・マックスはね、結構感動です。あのジョージ・ミラー版と、あのあジョージ・ミラーの皆さんうこ円映画コメンテーターの有村コンです。 さあ今日は映画と車の魅力をたっぷりと堪能できるスーパーライドをご紹介していきます乗り物とエンターテインメントは深いつながりがあり特に映画の世界においては乗り物を題材にした作品や劇中にしか存在しない印象に残る乗り物が数多く存在しますエンターテインメントと関連する自動車バイクなどをテーマにした新エリアそれがスーパーライド ただの車両展示だけではなく映画の世界観や擬似的体験ができる空間演出コンテンツ作りを東京コミコミンでは実現可能さあ続いてはスーパーライドマッドマックスのブースにやってきましたこちらです来ましたねこれメル・ギブソンが初代のいわゆるパート1の時にえ実際に乗っていたインターセプターねこれのレプリカになるんですけども完全再現 情熱を感じますよねこれいやこのエンジンがさこの剥き出しになってるところとかこれあの実際にですね行動を走れるらしいんですっていやこんなのあったらみんな写真撮っちゃいますよねいやしかも何これちゃんとあの免許証みたいなこうなていうの物とかもちゃんと置いてたりとかあと保存状態もめちゃくちゃ良くて横から こうむき出しのマフラーがあったりしてますよね。はあ。そして、あの、アメ車らしいなと思うのがやっぱ、ここの後ろ姿ですよね。この横に広いっていうのもね、なんか日本車にはない。この無骨な感じ。いや最高ですね。さあ、マットマックスエリア、続いてはこちら。いやいやいや。すごいね、この汚しというか、このサビの感じ。 いやもう映画の中からそのまま出てきたみたいになってますけどもこれはですね「マッドマックス怒りのデスロード」のレプリカ車なんですがいやこのこれ,割れたまま走ってるいいいうこここととでいいんでんすかかのライトとかねいやーこれはですからトム・ハーディーが乗っていたバージョンということになるんですけどこれ実際にですね映画「怒りのデスロード」が公開された時に展示された車であの監督のジョージ・ミラーがこの車見て「 お前はすごいよく作ったなっていうふうに監督をうならせた車なんですって是非皆さんこの距離感で楽しんでください <noise> さあ,あ車を2台紹介してきましたけど続いてはバイクですこちら川崎 KZ1000 ターボこれあのパート2に出てきたモデルでして、えー、ウエズが、えー、乗ってたやつなんですね。 いやーこれね僕非常にいいなと思うのがやっぱこのスカルの感じですよねこれも映画版をしっかりと継承してもう作り込んでるとなのでこのマットマックスのなんちゃ向こうの車2台こっちの2ね車車えそしてバイクでみんなで是非ツーリングに行きたいですねもうすごいもうガソリンの争奪戦になるんじゃないかっていう感じしますけどはいということで是非ね皆さんこのスーパーライドマットマックスのエリア 写真たくさん撮ってください、お待ちしています。はいということでね、まあ、これもね、マットマックス編をご覧いただきましたけども、そう、スター・ウォーズはね、実はあんまりライトのエリアがそんななかったので、今回ね、ごめんなさいね、えんえー、えー、なんすて来てましたけどね、はい、いやー、だからまあ、この、なんていうの、砂漠地帯をね、あの爆走で走っていたあの感じもね、まあ、見事だったなというふうに思っております。はい えー、ということで、まあ、あの、今回はね、えー、ちょっとあえて、あの、映像もお借りしてですね、行っていなかった方も、ぜひ、あの、来年、また、東京コミコンありますし、それから、あの、大阪も、えー、近いうちにまた、東京コミコンありますので、まあ、日本中でね、そういった、なんか、映画と、えー、コミックの祭典みたいなことがね、どんどん、えー、コミュニティが繋がっていったらいいな、というふうに思っております。はい。 いや、汚し感いいよね。そう、スターウォーズもね、R2D2 があったんですよ。あの、映画の劇中で本当に使ってたやつ。あの、汚しいをちゃんとやってましたね。そう。なのでそこも含めて感動をいたしました。はい。ということで、じゃあ今日はね、ちょっとこんな感じでですね、まあ、あの、いつものね、あの、総選挙みたいに皆さんからの意見を入れてどうのっていうわけではなくて、今日はまあ、 ある程度、情報多めな感じの東京コミコンのまとめ、裏側のご紹介させていただきました。はい。えー、コミコン動画めっちゃ出てましたね。スター・ウォーズ好きな、そうだよね。中井さんごめんなさいね。ねリアル開催、やっぱりいいな。アーニャ主演のマット・マックススピンオフえ、フェリオ、フェリオサも注目ですね。えー、あチャンネル検査ももうお疲れモードですね。ありがとうございます。はい。ということで、じゃあ今日はね、ちょっと、 えー、短めな感じ、短めっても,もう1時間しゃべってるんですけども、えーお、お届けいたしましたけども、またじゃあね、改めて、えー、この、ね、動画配信もやっていこうというふうに思ってます。また来週も週末、えー、土曜か日,日曜のどちらかでやりたいと思っております。日本代表がグ、ねえー、グルーープリーグ 出るのかどうか、えー、上位2チームしか出れませんからね、果たしてどうなってるのかっていうのは非常に気になるところですけどもね、まあ、土曜か日,日曜日でまた来週お楽しみでございます。えー、ということで今日も皆さんたくさんのご参加いただきましてありがとうございます。それでは、えーえー、次回もみんなでシネマティック <laughs> えー、じゃあちょっとブラックアダムのね動画しっかりと仕上げたいと思いますそれでは皆さんおやすみなさい良い、えー、週末そして月曜日から明日もね、えー、月曜日頑張っていきましょう今週も頑張りましょうそれでは失礼します <laughs>